こんにちは、速稼塾の久保です。今日は9月13日ですよね。月曜日になりましたけども、まだ全然相場動いている時間ではありません。時間にして深夜の3時40分です。あと5時間ぐらいは相場動きませんので、まあ、今のうちにね、先週の振り返りと今週の方針をちょっとね見ていこうかと思います。それでは画面を切り替えていくんですけども、その前にね、先週までどうだったかってことなんですけども、先週はまあ巨大利益が取れましたよってことでね、一括りにさせていただきましたけども、まあ横ばいに入るところからね、大きく上に触れて下に行くみたいな流れが、あの例のプライスポイントを2つ明確にしたことによって、上に行っても下に行ってもしっかりと取れていたんではないかなと思います。まあそんな痕跡の残るね、今週のチャートになってますけども、じゃあこれからどういくかってことなんですよ。これから上昇する勢いっていうのが徐々に押さえつけられていって、一旦上に上がったんだけども、ここからね下に大きく下がることが考えられるんですよね。それは先週も方針として申し上げましたけども、まあ、本格的に売りの流れがね大きく太く長く迫っていく、そんな日がまあいつ来るかなってところなんですが、それまではね横ばい小康状態が続くんではないかなっていうのが、まあ大型の見方でございます。じゃあ画面を切り替えてその辺を説明していきます。こちらどうぞ。週が変わりましたので、週足を見ていくんですけども、大きく、この週足はですね、こういう風にできています。左の方から行くと、ドーンと下がって、上がって、まあ、ここでも下がったんですけども、すぐに回復してきて、ここまでぐっと下がりましたよね。そして、エリオット波動ってのを覚えてますかね。あれを描きながらここまで行ったんですけども、エリオット波動の二つ目は作らずに、現在、下の方に向かったのが押さえつけられて、ちょっと上の方に向かったかなってことですよね。で、ここから移動平均線を見るんですけども、十分上の方に開いたものが進んできたんですけども、これが押さえつけられてですね、今縮もうとしてるんですよ。まあ、ですんで、倍の方で大きく狙うのはちょっと考えものかなと。そして上髭をかなりね、ここで連続して出してます。下髭の方はまあほとんど出てませんので、上に行く流れはもう完全に押さえつけられたかなってことですよね。ここから横ばいからセルの方に向かう。まあ、そんなね、第3週に入ってくるんではないかなと思いますね。で、デイリーの方に目を向けてみますと、まあこういう風になってるんですけども、こういう風に右肩上がりの流れが下の方に行ったかなと思いましたけども、横ばいに入ったってところですよね。これを先週までこういう風に申し上げてました。まあ上底はねこういう風に横一線になってるんですけども、下底の方に行きましては、広がって縮んでいくと。ね。で、今、横ばいの方に入りましたので、横ばいのレンジってのを決めなくてはなりません。それがね、大体この辺りではないかなというふうに見えてきたんですよね。それが4時間でさらに明確になってきています。これが4時間ですけどもね、ここまで来ると、レンジってのはどういうふうに引けるかっていうと、大体こんな感じで引けるんじゃないかなと思うんですよね。だから上にはもうちょっとね、行きづらいところがありますんで、横ばいに入りつつセルの方向に行くんではなかろうかっていうのが大方の見方です。で、黄色い枠がついてますよね。この辺は1時間で説明します。この黄色いね、枠っていうのは前回聞かせてもらったんですけども、まずはこちらの方を説明しますね。こちらの方は、ブレイクするかどうかっていうところだったです。一旦ここの下のブレイクで、大きくセルの方を見たんですけども、すぐ戻ってきちゃったんで、ここではロスカットを食らいました。で、今度は上の方に抜けていったんで、こういう風に解釈したんですよね。下に触れて勢いをつけた後で、上の方に大きく流れるんではなかろうかと思ったら、やっぱりこう弾みをつけてね、ドカンドカンと N を書きながら、ここまで上昇していきましたよってことになりました。そしてここで転換。つまり110円の420というふうに申し上げましたよね。そこで今度は大きく下に転換されますよということで、ダブルトップ気味に勢いをつけて下がっていったと。そしてそこからですね、例のこのレンジが生きてくるわけなんですけども、ここを突破して下に大きく触れて、で、力点が下に黄色いのがもうあらかじめ引いてましたんでね、ここに触れて反応して上の方に行って、箱の中のレンジに戻ったって感じです。箱の中のレンジね。で、こっから上に進む勢いっていうのはもうなくなりましたんで、
下の方、セルの方に向かっていくというふうに考えているのが、まあ、今週の動きですね。まあ、ですので、セルのブレイクをやっぱりここで狙っていこうかなってことですよね。この価格を決めるために、まあ、月曜日、本日とね、明日を使っていけるんではないかなっていうところでございます。まあ、でも基本的には同じですよね。まあ、前回と同じような価格で攻めていけばいいんじゃなかろうかと思いますけどもね。まあ、そんなところですかね。はい、方針は以上のように私の方は固まりました。もちろん月曜日火曜日の値動きを見て方針の変更は大いにありえますけども、その変更がなければ今お話した通りに、まあ、上の方には向かわないよと、横ばいから下に向かうんだよっていう形で大型は捉えております。あと細かい点はですね、1時間でどこでエントリーするかっていうのはプライスポイントをこれから決めていくってことになります。まあ、ここまで明確になっていればあとはやることは限られてきますので、作戦を立てやすいかなというところですね。はい、じゃあ今週もよろしくお願いします。先週はお疲れ様でした。まあたくさんの利益を取った方本当おめでとうございます。まあ先週はね、あそこまで価格を明確にしていると簡単だったかなってことですよね。まあ、あそこまで価格が明確にならないから苦しいんですよね。今週はまだ明確になっていません。ただ先週と同じ価格を使っていきますからね、よくその辺を思い出してみてください。それでは本日は以上です。こんにちは、速稼塾の久保です。まあ相場にはね、何が起こるか分かりません。そして瞬間瞬間方針を変えなければいけない時もありますよね。今日は1時間のチャートだけを見てお話していきますけども、ちょっと今日はね、問題の1日になると思いますよ。これがご覧いただいている1時間足なんですけども、何が問題かと言いますとね、一つの考え方としてこのレンジをこういうふうに持ってきて、またね、これがレンジに戻ってこの中で推移するという考え方も一つあるんですけども、どうでしょうかね。ここを抜けてレジサボ転換して高値切り上げを目指すというシナリオは考えられないかってことなんですよ。で、今回ね、このレンジをちょっとこだわらずにお話しすると、ここから下落して、では転換を起こしてですね、こういうふうに安値切り上げ、高値切り上げを始めてるんではないかなと考えることもできるんですよ。そうなると次のポイントはここの大きな利益を取ることになります。おそらくこのポイントまで戻っていくんじゃないかなと思われますけども、場合によってはですね、ここを超えてさらなる手金を目指すってことも視野にいなくてはならないんですよね。まあ、というところでね、今日はね、まあ、倍に入っていこうかなと思うんですよ。これはね、そんな予感がしますね。下、安値を切り上げて、安値ね、切り上げて、高値を切り上げていくっていうところなんですけども、私はもうちょっとすぐ、この後すぐ入るんですけども、中級者の方はね、もうちょっと様子を見て入られたらいいと思います。で、初心者の方は、ここを抜けたのを確認して、入るといいんじゃないかなと思いますよね。まあ今日はそれだけですけどもね。シンプルにこれだけです。はい。じゃあ皆さん、火曜日。ちょっと今回はね、勝負かけていきましょうかね。火曜日に大きな利益が取れると、週の後半楽ですからね。ちょっと勝負行っていきましょうか。ロスカットラインをしっかり設けて、バイでエントリーです。はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日はね、9月15日で週の真ん中水曜日ですよね。まあ昨日はですね、右肩上がりのトレンドを私は感じましたので、バイで入るように、動画の方を撮らせていただいて、まあちょっとね、強めに、そういうふうなお話をしたと思います。ただ残念ながらね、そうではなかったですね。急落してしまいました。いや本当にね、お恥ずかしいことでございます。まあでもこういうのを繰り返してね、まあ、4割の負けが来たなっていうところなんですよ。だいたい6割勝ちますんで、4割の昨日みたいな負けがあっても、差額の2割で勝っていけますんでね。まあ、ここから一つ学びを得ていかないといけないかなっていうところで、今日の動画を撮っていこうかと思います。はい。どこに敗因があったのか、こちらをどうぞ。今日は1時間足だけで話していきますね。まずは、レジサポ転換がここで起きてきて、ドーンと下がっていきました。そしてここで改めてまた転換が起きて、右肩上がりの
トレンドを安値切り上げ高値切り上げで作っていったんではなかろうかなってことをここまででテクニカル判断して、でバイで入ってここまでは順調にいきましたよね。でここなんですよ、やっぱ注意するべき点は、初心者の方がここから入ることって言ったのはそういうことなんですよ、ね、初心者の方はここで入れば最小限のリスクで済むでしょ。中級者の方はここら辺でエントリーしますから、実はね利益が取れない可能性があるんですよ。まあでもエグジットするポイント、中級者の方はここでもしかしたら転換が起きるかもしれない、反転するかもしれないっていうので半分利確とかね、ある程度の覚悟を持って見ることができると思うんですよ。で多くの場合はこちらに突き抜けて、まあ理想利益が取れていけるんですけどもね、まあ昨日の場合中級者の方はロスカットにかかった人が多かったんじゃないかなと思います。上級者の方はここによってもうエントリーしますから、ここのポイントまではね利益が取れていけるんですけども、まあ予約をかけていた方とかゼロライン設定してない方はロスカットを食らったかもしれません。で一つのポイントとしては、反転した時に上級者の方でもエントリーしたあたりでねレジサポ転換をさらに考えて、こっからセルに入って逆に取り戻すってことができると思うんですよ。その場合は下に引いたこのゾーンがものすごく生きてくるんですよね。なぜなら利確ポイントが見えてるからなんですよ。でまさにそこで止まってるでしょ。でこういうふうにちゃんと振り返りができれば今回のロスカットも無駄ではないですし、ロスカットを受けてすぐに取り戻すこともできるってことなんですよ。まあ今回はね本当急落でしたね。ドカーンと落ちましたね。50ピップスぐらいが下の方に向かっていったんで珍しいケースですけども、それだけにこの勢いに乗りやすかった、レジサポ転換を意識してここからねセルに入り直すってことで取り戻した方多いんじゃないかなと思います。でエグジットのポイントがこれほどはっきりしている急落ってのはないですから、まあいいところで利確ができたんじゃないかなと思います。その痕跡がやっぱり多くの方が利確したからヒゲになってるわけですよ、ここに。というふうに振り返っていけば今回の件っていうのは非常にまあ有力な教育教材になったと思います。でこっからなんですけども、改めてバイの方に入るというふうに見てますので、水曜日今日はですねそれを確認しながら進めていきましょう。まあこっからセルに向かうってことはなかなか考えにくいですよ、うん、まあ今日は以上ですね、うん。ということでね、もし予測通りに行かずにロスカットを食らったら、その原因を探ることによって次につながりますし、今回みたいにロスカット食らった、じゃあセルで入り直そうっていうふうにして一気に取り戻すばかりか、逆にですね利益を増幅することもできるわけなんですよ、まあ、このクイックレスポンスの力、これも FX には必要かなと思います。特に張り付いてる方系の方はね、張り付いてやってる方はこのクイックレスポンスの連続ですから、自分の仮説と違ったらじゃあ反対側で行こうっていうふうに切り替えていくことによって常に利益が取れる、そんな状態にあるのが張り付いて稼ぐ人の FX ですね。まあ私はとても張り付き型じゃないんでね、エントリーして放置の方なんで4対6で収まりますけどもね、張り付き型の方はこの4対6が少なくとも7対3に進んで急に利益額が増えるんじゃないですか。まあ私はじゃあ6対4でいきましょうね。ある程度放置してやらないと FX きついですからね。じゃあ本日は以上です。おはようございます。今日は9月16日でございます。昨日ねバイの方から一転セルの方にまあ方針を変えたわけですけども、いやおかげさんでね引き続き利益がどんどん取れてますね。やっぱこういう風に今まで立てた戦略と全く逆の方向に動いたらすぐにね考えを変えた方がいいですよね。というのが当初立てた計画を初志貫徹していいことは全くないんですよ。あ、判断間違えたな、よしロスカットして入り直そう、この連続ですからね。まあだから利益を積んでいけるわけなんですよ。せっかく利益を出しても頑固になってね最初に立てた目算をそのまま通そうと思うと、どっちかっていうと考え方としては相場がおかしいっていうふうにね考えるようになると思うんですよ。私たちはあくまでも相場に合わせてエントリーをしたりロスカットをしたり利確をするわけですからね。この相場の流れに波に乗るようにねサーフィンのように乗っていくことによって私たちは泳ぎ切ることができるんだと思います。それでは今日の利益を計算していきますね。こちらの画面どうぞ。レンジが入るって言ったでしょ。まずはここ上底があって
家庭がこうあって下の方に行ったけども、でもレンジがこういう風に入ったよっていう風にお話しましたよね。だからそのレンジのまんまにこれからも進んでいくって考えたらいいと思うんですよ。もともとそのレンジの幅っていうのはこのぐらいを取っていたんですけどもね、うん、広がっていって収束するときにこの真ん中の小さな箱に入れ直したっていうところです。まあ、この戦略が未だに生きているってことですよね。で、横ばいに入りますよって言った横ばいがずーっと続いてるでしょ、うん、あくまでも移動平均線なんで平均の値が横ばいってことで、細かく時間を見るとね、上下に大きく触れているのがわかると思います、こういうふうにね。で、4時間の方を見るとこれか、4時間の方を見るとこのようになってます。黄色で枠を作りましたよね。だからここを割って下に行ったらやっぱりセルで入って、ここを割って下に行ったらさらにセルで入って、で、昨日もお話しましたけども、う一個あるゾーンを割ったら一旦ここで止まったんですけどね、止まったんで様子を見るってとこだったんですけども、下の方に突き抜けたんでやっぱりここでセルに入るってことで何回も取れてるってことですよね。で、このヒゲですよね、大きく109円を割るようなところまで行ったんですけども、ヒゲ戻しがあって、一応ね、ここで利確をして今ポジションがない状態に入りました。この流れ分かりますかね。で、最後1時間なんですけども、うん、見事ここで止まったなと思って、エントリーのね様子を見ていたわけですけども、こういうふうに上昇トレンドが作られるかなと思ったら上昇トレンドができずに、バイの方で一旦エントリーしたんですけども、そうじゃなかったんでここでセルに入ってここまで一旦利確をしました。そしてここをね改めて上に振りをつけて下の方にズバッと行きましたんで、ここを越えた時にいつものパターンですけども、セルで入ってヒゲで戻った時に利確をして離脱ということでございます。今回も大きな利益が取れました。ですので、これからですね、この下に今箱を書きましたけども、109円の615から109円の135、この間でレンジを引いて売り買いを繰り返すことになると思います。もしかしたら108円台に行くかもしれないですね、これはね。はい、よろしいでしょうかね。今回はバイに入ったけども、バイで入ったんだけども逆にセルの方に叩き落とされたので、自分の考え方をセルに合わせてですね、それからセルを追い続けてここまで利益が取れたってことです。もう一発をセルを追うために、先ほどのね109円の135、これをもう一回割るようでしたらもう一回セルでエントリーしようかなというところでございますね。とりあえずね、当面バイで入る予定はありません。もしバイで入るとしたら109円の615を超えて上の方に行った時に検討をするってことになりますかね。本日は以上です。おはようございます、速稼塾の久保です。 FX で成績をコンスタントに出し続けるためには、大きな流れをまず知っておくことが大切です。そのために毎日デイリーはチェックしておきましょう。その上で4時間、1時間、まあ主に1時間ですけども、自分が実際にエントリーする時間軸、こちらの方を見ることになります。まあ大きな流れが例えば右肩上がりの場合、1時間でセルの方に向かっても大きな流れはバイなんでバイの方に行きますんで、もしかしたらね、これはね予想に反してセルに行っちゃったなと思った時でも、しばらくロスカットラインを大きく開いて待っておくことによってバイの方に回復することはあるんですね。ただこれは中級者以上にしかお勧めできません。初心者のうちはきちんとロスカットを受けていって、自分の仮説がどのぐらい持ちこたえられるものなのか、その感覚をね絶対に、手に入れておいていただきたいと思うんですよね。で、今日の相場解説いきますけども、9月17日の朝4時です。こちらです。これがねデイリーなんですけども、トレンドがはっきりしてますよね。この左側の黄色から一方的に下に下がっていって、そしてですね、上下レンジを描きながらなんですけども、右肩上がりになっていったね。これ違い分かります？一番左のこちらはですね、これですよ。これはほとんど一直線に右下に向かってるんですよ。次は上下を、ちょっと失礼しました、上下を繰り返しながら
右肩上がりになってるんですよね。この上下を繰り返しながら行ってるのはなかなか根性がいります。つまりここなんですよ。全体的な流れは倍の方に向かってるんだけども、瞬間的にはセルに行くことがあるんで、ここがですね、もしかして倍では勝てないんじゃないかなって思わせるところなんですよ。上級者になってくると、まあ倍でも取ってセルでも取って往復ビンタで徐々に上がっていくってことができるんですけども、まあこれはね、まあ私たちが求めるところではありません。私たちは倍の流れ、例えばこちらです、こちらにしっかりと乗ることによって安心してずっと勝ち続けるってことなんですよ。で、相場の流れは右肩上がりなのか、それとも右肩下がりなのか、横ばいなのかしかありません。そして現在横ばいに入ってるということになります。この横ばいもですね、上下しながら横ばいなんで、上下しながら横ばいなんで、横ばい感は動いてる間はないんですけども、しばらく時間が経ってみると横ばいだってことがわかると思うんですよね。まあ、ですんで方向転換が簡単なんですよ。ここまでよろしいでしょうかね。じゃあ今日の相場を見ていくときに、右肩上がりになりそうだよ、でも全体的には移動平均線見ていただければ横ばいなんだよってことなんで、現在はね、まあブレイク狙いなんですよ。主にはどこのブレイクを狙うかというと、ここを割って下に行くのか、それともここを割って上に行くのか、ブレイクを狙っていくところになります。そのブレイクするポイントの数値を昨日はお話したわけなんですけども、覚えてらっしゃるでしょうかね。振り返ってみていただければと思います。じゃあ4時間です。4時間を見るとこのようになってるわけですけども、私が引いたレンジの幅がこの黄色に示されています。で、ここを外れた時はブレイクですよ。例えばここブレイクしてセルで取る、ブレイクしてバイで取る、ブレイクしてセルで取るができるわけなんですよ。で、もう一個引いたこちらが下のレジサボラインですけども、ここを割るとブレイクね。ここを割って下に行ったからブレイクでしょ。で、まあ戻ってきたわけですよね。ちょっと底値が109円の280でついてますね、この辺りで、うん、で、ここはちょっと解説できませんでしたけども、ここを割ってブレイクみたいなね。ここがだから力点といいますかね、エントリーポイントになるってことです。じゃあ1時間の方行きましょうか。私たちは1時間で主にエントリーしてますんで、1時間の流れをしっかり追っておかなければなりません。横に引きます。右肩上がりかなと思って上がってきたものがそうではなくって下の方に向かったので、このレジサボラインを越えた時にセルに向かいました。で、セルが取れたわけですよね。そうするとこのレジサボラインに当たったんで、 N を書いてもう一回落ちていくときに、ブレイクしたらセルなんで、これがね、ブレイクしたわけじゃないですか、こういうふうに。だからここでもう一回セルが来るわけですよ。で、今日なんですけども、今チャートを開けると、またね、ここに戻ってきてくれましたんで、ですんで、当面は、ここの間のレンジで見ることになります。109円の900から、109円の625。だいたいね、30ピップスぐらいの幅で見ることになるんで、この間でのエントリーはちょっと難しいですね。まあ、ですんで、これから立てる方針としては、このレジサブラインを越えて下の方に行くだったら、セルで入る。そして、ここを越えて、なおかつ、ここを越えた場合、前回更新できなかった高値ですね。ここを越えた場合に、倍の方にエントリーをするという形になります。この2点です。数値で言えばちょっとアバウトなんですけども、109円の625。そして、上の方はね、まあ、110円の175にしときましょうか。この2つですね。うん。はい、ということで、数値も決まりましたんで、当面はこれでいこうかなと思います。それでは、頑張ってください。はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日は9月18日土曜日ですね。土日月と、まあ、連休になりますので、しばらく相場はないんですけども、でもね、来週のための展望は出しておかなければなりません。それとともに、一体ね、
ここのところどういう大きな動きをしていたのか、それだけ押さえていきましょう。今日使うのはデイリーのシート1枚だけです。じゃあね、早速切り替えていきますので、こちらをどうぞ。もうお分かりですよね、私が言わんとしていること。分かりません。こういう風に下がってきて、こういう風に上がりましたと。トレンドがはっきりしてきた中で、レンジってものが始まったよっていうのは、もう申し上げましたよね。そのレンジの一部として、広がりながらレンジ、縮みながらレンジ、そして最終的には、この小さな枠に収まりましたよねってことをね、お話ししたと思うんですけども、まさに、前回、相場解説で、ここに当たったところ、下髭を2本出したところまでで止まったと思いますけども、ほら、内側に戻っていったでしょ。だから、レンジなんですよ、これが。まさに。レンジね。もう一回、囲いますよ。これ、レンジになってるわけですよ。移動平均線も横にずっと引っ張られたままでしょ。でも、この丸いところ。丸いところを割って、下の方に行くだったら、これは下にブレイクだからセルでいいんですよっていうふうに、セルポイントを申し上げたんですよ。で、ちょっと遠いですけども、これ上に抜けた時のバイポイントも申し上げましたよね。それが昨日の相場解説だったと思います。しかし、レンジ戦略を取る人は、この丸のところで反転して、バイで、まあ、そんなにたくさんはないですけどね、ピップスを狙っていくっていうのもあったと思います。なんせレンジってのは、わかります?上の壁に当たったらセルかけて、下の壁に当たったらバイを行く。その繰り返しですからね。そして、例えば上の壁に当たってセルをかけてロスカットを食らって、思わぬ伸びていったら、伸びていったらそれがブレイクですから。入り直せばいいでしょ?で、今週私も入り直して利益を大きく積んだことがありましたよね。セルの方で。バイだと思ったんだけども、ロスカット食らったんで、よし、セルに行くぞってセルで、ドドドンとピップスを積んだってことありましたよね。きっちりと、お伝えできたと思いますので、今週の振り返りで確認していただければと思います。ということで、来週もこのレンジ戦略を引き継ぎますので、まあ、よろしくお願いします。は、力ついてきましたか?私は余裕です。ありがとうございました。